京都大学原子炉実験所助教小出博明さんにつなぎます。小出さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東京には近藤さんです。はい、よろしくお願いします、はい、近藤さん、こんばんは。よろしく。まずある組織のことで伺いたいんですけどもね、はい、原子力安全基盤機構という組織があります、はい、小出先生もご存知ですよね。もちろんです、はい、でこれはですね、どういうところかというと、原発関連施設の検査機関として法で定められている、もうただ一つの機関なんだそうです。はい、近藤さん、はい、こんな風に法律でただ一つ決められている機関って言ったら、どんなにか厳しい検査をしているはずだと、まあ私なんかは思うんです、印象で。そうですね。ね、ところが実際はですね、うん、検査対象となる事業者、まあつまりこれ多くの場合電力会社ってことになるんだと思うんですが、うんうん、電力会社が作った原案を丸写しして、それを元に検査してるっていうことが分かってきました。でびっくりしてるんですけど、小出先生、はい、これびっくりしてる私はどうなんでしょう、変なんでしょうか。私は京都大学原子炉実験所の職員ですし、はい、原子炉を動かしていますので、定期検査をむしろ受ける側にいます。そうですね、はい、ただ私の場合は、文部科学省の検査を受けるということになっていまして、はい、原子力安全基盤機構とは私は関係がないのです、はい、でも私が例えば定期検査を受けるための検査の要領書というものがあるのですけれども、うん、はい、それは基本的には私の方が作っています。あ、検査される人が作るんですか。本当はそれ正しくないのですけれども、例えば京都大学原子炉実験所の原子炉、はい、あるいは私は、廃液処理装置のおもりをしているのですけれども、そういう装置がどういうものであって、どういう検査が必要で、どういうふうにしたらいいかという、その細かいことというのは、要するに検査官の方はわからないのですね。言ったら逆に言うと、わからないような人が検査するんですか。例えば水野さんの家の台所がどんなになってるかというのは、多分水野さんが一番よく知ってるはずだと思いますし、どういうところに問題がありそうだということも、外の人は多分知らないと思います。ですから、まあ原則的に、こういうところはどうなってるかというようなことはもちろん、チェックの仕様はあると思うんですけれども、細かい点のチェックの仕方というのは、私なら私、その検査を受ける方のその機械を本当に知り尽くしている人間しか書けないのですね。はい、はい、ですから私たちの方でこういう検査でどうだという要領書の案を作って、私の場合には文部科学省に持っていくわけですが、はい、それを文部科学省の担当者と一緒に、この検査の要領書でいいかという相談をしながら要領書を作るのですね。はい、でもまあ基本的に言えば、要するに私原子炉実験所であれば、原子炉実験所の職員が基本的なことは作っているということなのです。はー、それはやはりこういう複雑な機械を取り扱うときには、そうならざるを得ないと私は思います。ただし問題は、原子力安全基盤機構のように、メーカーのその人が、基盤機構の職員になったりですね、いわゆる原子力村の人たちがその基盤機構で働いているわけですから、なあになってしまって、そこか、はい、検査そのものが意味をなさないということになる可能性が強いということだと私は思います。この原子力安全基盤機構の中にもですね、はい、原発のメーカーや電力会社などの OB の方々が大勢入ってはるようですね。そうです。それが今小出先生おっしゃった原子力村のお仲間ってことになってくるわけですね。仲間同士で、まあ、検査をし合ってしまうわけですね。ですからそういう体制はやはり問題だろうと私は思います。近藤さん、はい、こんな体制もうまずぶち壊
するところから始めなあかんように今私は感じましたが、検査っていうのは、要するに安全を確保するためにやるわけですよね。そうですね。でだから安全を確保する、うん、その中身の検査を、まあいわば原発関連施設を守ろうとする連中がやってたらそら安全を担うっていうようなことにはならないわけで、この問題っていうのは、まあ今日の福知山もそうだけど、人間の命って言いますかね、そういうものをこの国っていうのが実にいい加減に考えてきてるっていうことの見本みたいな話ですよね。そうですね。そういう言える点もやはりあると思いますね。これ原発の検査というのはね、うん、そもそも伺いますけど、はい、どんなことをなさるのか、例えば実際に配管が腐食してるかどうかなんていうのを目で見たり触ったり、トントンとこう叩いて音を聞いてみたりというようなことはできるんですか？もちろん目視検査というのもありますし、はい、例えばポンプなんかだったら分解点検検査というものもありますし、はい、それぞれ検査項目がたくさん決まっているのです、はい、ということはじゃあ、はい、もうしっかりと普通の機械みたいにあらゆる部分をちゃんと検査できるんですね。基本的にはまあできるという建前になっているのですね。建前というのはどういうことでしょう？はい、しかしそのここを見なければいけないと思って、まあ、要領書を作るわけですけれども、はい、実際には見てなかったところで事故が起きたりするわけですね。例えば、もう10年ちょっと前だったと思いますが、はい、美浜3号機という原子力発電所で二次系の配管が長い年月使っている間に配管自身が薄くなってしまって、はい、破裂をして作業員が5人亡くなったという事故があったのですけれども、はい、それなどはもうずっと始まって以降一度も検査すら受けていなかったという、そういうところで事故が起きているのですね。ですから建前上はしっかりと検査をしているということになっているわけですけれども、どうしても見落としているところなどがあるために、うん、そういうところで事故が起きてしまうわけです。見落としがないくらいに、まあ、分かりやすいものではないってことですね。どうしたって見落としてしまうぐらい複雑だと思えばいいんですか？そうですね。要するに、まあ、大変は複雑な機械なわけですし、私なども検査を受けるときには、もちろんその安全を守りたいと、私は自分の職場の安全をですね、守りたいと思っていますので、インチキをしようなどということはさらさら私は思っていませんけれども、はい、まあ、私などがその考えつかないようなところで、まあ、時にトラブルが起きたりすることもあるわけですから、機械というものの宿命だろうと思います。はあ、じゃあ検査の話でもう一つ伺いたいんですが、はい、原発のストレステストというものを行っていくというふうに政府は言ってますよね。はい、で、もうすでに EU ヨーロッパで日本に先駆けてストレステストが行われたんですよね。そうです。で、今回 EU のストレステストの評価をした方が来日なさったんです。はい、ブルガリアのゲオルギ・カスチエフ博士っていう方なんですが、はいはい、その方の言葉を聞いて、私はちょっと驚いたんですが、ストレステストなさった方の方がおっしゃってるんですがね、はい、ストレステストには評価基準がなく、ストレステストで原発が安全になるわけじゃないと。そうです。ストレステストというのはこの番組でも聞いていただいたと思いますが、単にコンピューターのシミュレーションをするというだけのことなんであって、うん、原子力発電所、機械としての原子力発電所が1ミリでも安全に近づくわけではないのです。すでにあるもう形のある原子力発電所がどこまで異常事態に耐えられるのだろうかという計算機のシミュレーションをしてみるというだけなのであって、シミュレーションはあくまでもシミュレーションで、いい加減なシミュレーションしている限りは何の有効性もないということになってしまいます。日本のストレステストはこの EU のストレステストを下敷きにしてなされるんですよね。はい、そういうことになっています。なってますよね。はい、でこの博士がおっしゃるには、ストレステストには人的ミス、まあ、人間がするミスや複合要因や老朽化の問題は対象外であると。はい、今はそうです。はあ、この方こんなこともおっしゃってん、3月11日の前に福島第一原発のストレステストをもししていたなら
問題ないとしていただろうと。当然ですね。まあコンピューターでシミュレーションするだけなんですね。そうです。はあ、実態を見て触ってなんてことはできないってことですね。はい、少なくともストレステストは実態を見るなんていうことは何一つしません。そうですか。でもそのストレステストの結果で再稼働へというのが政府の考えなんでしょうね。要するにこれまで日本の原子力発電所というのは、例えば原子炉立地審査指針であるとか、さまざまな指針、国が決めた指針にのっとって安全審査を受けて、これでは OK だと言ってお墨付きをもらってきたわけですね。ところがそうであったはずの福島第一原子力発電所で実際に事故が起きてしまったわけですから、はい、これまでの指針が意味がなさなかったということが少なくとも事実として分かってしまったわけです。そうなれば今までの指針をこれから適用するということはできないわけですから、だからストレステストをやらなければいけないという話になったのですね。でもそのストレステスト自身が単なるコンピューターのシミュレーションでしかありませんし、そのシミュレーションというのは想定したことに関して計算するわけなのであって、想定できないようなこと、まあ、人為ミスであるとかですね、そういうことに関してはもう何もしないということになってしまうんですね。ですから結局まあ今までやってきた安全審査、各種の指針に基づいた安全審査と言ってみれば同じことをまたやって、それで安全性を確認したというような言い訳を作るためにやろうとしているわけです。はい、ありがとうございました。はい、京都大学原子炉実験所助教小出博明さんに伺いました。